10月19日、中央競馬の競走馬情報です。レース予想や穴馬情報はチャンネル概要欄を参照ください。また、この動画での期待値高めと言っている馬はノートの予想とは異なる基準で評価しています。オッズにもよるのでご参考まで。それではスタート。新潟第一レース。3歳以上障害未勝利。芝2850メートル。目標タイムは3分 14.8 秒です。期待値が高めな馬はジューンアマデウス。成田桜。バラードイン。新潟第二レース。2歳未勝利。ダート1800メートル。目標タイムは1分56.6秒です。期待値が高めな馬はネオクイーンです。新潟第3レース。2歳未勝利。ダート1200メートル。目標タイムは1分 12.6 秒です。期待値が高めな馬はスコットアイ。ロッカバイベイビー。ラピルスイメルです。新潟第4レース。3歳以上障害 OP。芝3250メートル。目標タイムは3分 9.8 秒です。期待値が高めな馬はリレーションシップです。新潟第5レース。2歳未勝利。芝1000メートル。目標タイムは0分 57.9 秒です。期待値が高めな馬は竜のヒルド。カパラミップ。タガノサダフです。新潟第6レース。3歳以上1勝クラス。ダート1800メートル。目標タイムは1分 53.9 秒です。期待値が高めな馬はマリンバンカー。ダイタジャスティスです。新潟第7レース。3歳以上1勝クラス。芝1800メートル。目標タイムは1分 47.8 秒です。期待値が高めな馬はカエルム。ストーンズ。ダズリンググレイブです。新潟第8レース。3歳以上1勝クラス。ダート1200メートル。目標タイムは1分 11.9 秒です。期待値が高めな馬はアグリモーメント。キーウィル。P です。新潟第9レース。岩船特別。芝2200メートル。目標タイムは2分 13.7 秒です。期待値が高めな馬はドレイクパセージ。ディーガレジェンド。ゴールデンステップです。新潟第10レース。村上特別。芝2000メートル。目標タイムは2分 0.7 秒です。期待値が高めな馬はテーオーダグラス。竹トンボです。新潟第11レース。北陸ステークス。芝1200メートル。目標タイムは1分 8.9 秒です。期待値が高めな馬はプロスペリダードです。新潟第12レース。3歳以上1勝クラス。ダート1200メートル。目標タイムは1分 11.9 秒です。期待値が高めな馬はスマートオリープ。パイリグレー。セイウンデセオです。東京第1レース。2歳未勝利。ダート1400メートル。目標タイムは1分 25.9 秒です。期待値が高めな馬はフォースミラクルです。東京第2レース。2歳未勝利。芝1400メートル。目標タイムは1分 22.9 秒です。期待値が高めな馬はキャピタルプレイン。ずっと松本。福島紅葉です。東京第3レース。2歳未勝利。芝2000メートル。目標タイムは2分 1.3 秒です。期待値が高めな馬はポッドロワールです。東京第4レース。2歳新馬。ダート1600メートル。目標タイムは1分 41.0 秒です。期待値が高めな馬はファミーユールーズ。ドラゴンラックです。東京第5レース。2歳新馬。芝2000メートル。目標タイムは2分 4.9 秒です。期待値が高めな馬はトリフォラート。ビッグメイン。ウィッシュツリーです。東京第6レース。2歳新馬。芝1400メートル。目標タイムは1分 23.8 秒です。期待値が高めな馬はブラボケラトプス。ベルジュロネットです。東京第7レース。3歳以上1勝クラス。ダート1600メートル。目標タイムは1分 38.0 秒です。期
期待値が高めな馬はビップレーニュ、セイユンマカロン、ティファニードンナです。東京第8レース、3歳以上2勝クラス、ダート1400メートル、目標タイムは1分 24.1 秒です。期待値が高めな馬はサフランヒーローです。東京第9レース、IB ステークス、芝1800メートル、目標タイムは1分 48.0 秒です。期待値が高めな馬はピコちゃんグラック、パッションリッチ、湘南サムデイです。東京第10レース、神奈月ステークス、ダート2100メートル、目標タイムは2分 10.9 秒です。期待値が高めな馬はマテンローガイ、ビッグスコーピオン、熱血社長です。東京第11レース、富士ステークス、芝1600メートル、目標タイムは1分 33.1 秒です。期待値が高めな馬はゴンバデカーブース、ソウルラッシュ、セリフォスです。東京第12レース、3歳以上1勝クラス、芝1800メートル、目標タイムは1分 47.8 秒です。期待値が高めな馬はマーゴットソラーレです。京都第1レース、2歳未勝利、ダート1400メートル、目標タイムは1分 25.8 秒です。期待値が高めな馬は湘南アトレ、モレポブラーノです。京都第2レース、2歳未勝利、芝1600メートル、目標タイムは1分 35.7 秒です。期待値が高めな馬は外のスピカ、アメリータ、名称ハダルです。京都第3レース、2歳未勝利、芝1800メートル、目標タイムは1分 48.8 秒です。期待値が高めな馬はリカントロポ、バダジェフスカ、セイフーサツキです。京都第4レース、2歳シンバ、ダート1800メートル、目標タイムは1分 58.3 秒です。期待値が高めな馬はバレンシア、スーパージョッグ、エマージェンスです。京都第5レース、2歳シンバ、芝1400メートル、目標タイムは1分 23.6 秒です。期待値が高めな馬は平牧カレラ、ビッグディラン、イマージョンです。京都第6レース、3歳以上1勝クラス、芝2400メートル、目標タイムは2分 26.4 秒です。期待値が高めな馬はダイヤモンドレインです。京都第7レース、3歳以上1勝クラス、ダート1800メートル、目標タイムは1分 54.0 秒です。期待値が高めな馬はパシアンちゃん、ミントマック、ミグラテールです。京都第8レース、3歳以上1勝クラス、ダート1400メートル、目標タイムは1分 24.7 秒です。期待値が高めな馬はヒデシンイメル、F8 です。京都第9レース、北国新聞杯、ダート1900メートル、目標タイムは2分 0.4 秒です。期待値が高めな馬はレッドリベルタ、シャンバラ、ドゥルブレンシアです。京都第10レース、宝ヶ池特別、芝1600メートル、目標タイムは1分 33.8 秒です。期待値が高めな馬はプシプシーナ、ベレザニーニャです。京都第11レース、オータムリーフステークス、ダート1400メートル、目標タイムは1分 23.4 秒です。期待値が高めな馬は特にいなさそうです。京都第12レース、3歳以上2勝クラス、ダート1200メートル、目標タイムは1分 11.6 秒です。期待値が高めな馬はスペシャルナンバー、ビュー、プレシオーソです。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。それでもよければどうぞ。サニーオーシャン、ジューンアマデウス、コリエドール、グランカッサ、ソイジャガー、コパナハーン、ダイメイハマダ、ファルボーレ、サンデーヒーロー、ダイタジャスティス、名称ジェンマ、ストーンズ、ロストボール、ブラックサンライズ、
モデルハント、ノビル、ブレイクパセージ、マイネルイージス、当選オリックス、タケトンボ、タイラーテソーロ、ピンキープロミス、タツダイヤモンド、コナブラック、ランウィンディ、カゲツ、ビレッジルミエール、レイオーバー、パーティーガール、スティントロニクス、デンジエンド、トリフォラート、バシオ、レトログーム、フラッシュタイム、ゴールデン、リリアンファスト、セユンマカロン、テンホワイトラブ、ティファニードンナ、ミラキュラスライト、ホーオーパレード、マイネルサハラ、パッションリッチ、コスモイシタル、マスカレードボール、ピコちゃんブラック、ビッグスコーピオン、北三道神、セブンスレター、西野ティアモ、アドマイア祭り、ストームレーン、ヒマラヤベロス、名称ハダル、サトノスピカ、ノラリクラリ、セイフーサツキ、タエセイリコルド、ゴールドストーム、ルクスメンデス、ピーチマカロン、コパのデイビド、マンのデュエット、ベルシエル、ダイヤモンドレイン、ミッキーストライク、ヘブンリーハンド、アシャカブラーン、ジョータルマエ、トゥルブレンシア、ベンガン、イキサントライ、エルゲルジ、サイレンスゴールド、ルアル、テンペスト、スイープアワーズ、ロッカバイベイビー、カパラミップ、グランノーブ、ピー、西野クラウン、プリティユニバンス、湘南マッハ、セユンデセオ、グローリアスカペラ、テルユアワールド、ニブルエイム、ソードマスター、五月の天の川、ユイの国マレ、ブシード、ヘブンウィンド、スティルシャイニン、エバーグリーン、コルチェスター、ファリア、ロイヤルダンス、シルバーレイン、フォルラニーニ、シアグリス、アイスモント、エマージェンス、アクルクス、ソウルユニバンス、ピストンボーイ、チークタイム、バンデルク、プシプシーナ、メタルスパーク、ロープスピニング、トラファルガー、ネオクイーン、リレーションシップ、リアンドミラクル、ラグリーガール、ミエノグラボー、ラズライト、湘南サムデイ、熱血社長、ソウルラッシュ、ロジリオン、ロジプラヤ、ボルケーノ、ブルーミングローズ、サンコンクエスト、ランスオブコメット、アルピノ、ミントマーク、ウィングスオブラブ、K8、リプレーザ、スペシャルナンバー、ピンポイントドロー、ワールドスケール、グルメンダール、スバルナ、カシノベティ、福島ジンロッソ、ワイルドゴーア、ヤマニンクイッカー、バイザーグリック、ゴッドカインド、ホワイトビッチ、スノーブリザード、タガノチュール、エコロレジーナ、ツインクルトーズ、ハピネスアゲン、つくばスマイリー、キャピタルプレイン、ずっと松本、アミグダラ、レアイニニティ、タガノキャロル、ノーブルシーズン、ロミヒ、オビドス、マッハレイジング、スパーグケン、タガノミモザ、ベルジュロネット、ハーモニーソング、ルトンワージ、アリスの瞳、トーカイファクター、クラウンブラボー、ダスク、オメガタキシード、ペイシャモノノフ、タイムトゥヘブン、サラトガチップス、マーゴットソラーレ、モレポブラーノ、サラサハウナエス、ワンダーキュイラス、カフジアッサム、クリノラフィダス、グラグビクトリー、サンポーヨッシー、スーパージョック、日本ティロカスター、ヒラボクカレラ、小鳥の歌歌。
オメガショータイム、グランアルティスタ、デザートスター、マテンローブラボー、ブーヤカ、タイトニット、ノットイナフ、オースミメッシーナ、ディデルティール、セッテイロク、カエルム、エアロロノア、レッドモンレーブ、タバネスタン、ディーガレジェンド、アドバイス、パンデアスカル、アルナシーム、バルサムノート、ヒデシンイメル、ポッドロワール、レイデアスール、湘南アトレ、ヨドギミ、シャンバラ、カッコヨカ、ローレルゼロ、ハキハキハッピー、クイーンズワーフ、ユーノワールド、フォースミラクル、ロジステート、シリウスライト、キーブリーゼ、F8、タガノサダフ、西野インビクタ、カレン・マックナイト、サバイバルナイン、アスコット・アイ、エーデル・ムート、マリン・バンカー、ゼンダンス・カイ、ジャンバライア、テーオー・ダグラス、ステラシティ、北野昇竜、リトル・ジャイアンツ、ファミーユ・ルーズ、名称・ミシガン、カポレイラ、アースライザー、リカントロポ、ビップディラン、アットワンス、コモモちゃん、ミグラテール、名称オイコマ、ライツフル、スマートフルス、リューノヒルド、ポッドロルフ、レッドルイナール、サフランヒーロー。新潟第一レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。2番名称ジブリが早速先頭を取る。2番名称ジブリの背後には3番エイセイメジャー、8番バラードインミラノカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番名称ジブリ。その後には8番バラードインミラノと6番サニーオーシャンが続きます。3番エイセイメジャーが後ろから追ってくる。先頭カ。3番エイセイメジャーがゴールイン。続くは2番、9番、8番カ。新潟第2レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは3番マイウルテーラー。3番マイウルテーラーの背後には5番ゴームズ、9番グランカッサカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番マイウルテーラー。その後には9番グランカッサと8番エイブリーが続きます。3番マイウルテーラーそのまま独走か、逃げ切れるか。3番マイウルテーラーがゴールイン。続くは9番、4番、6番か。新潟第3レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは2番アスコットアイが好スタートを切った。あとを追うのは8番ブリッツアロング、3番レザーブか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ブリッツアロング、その後には2番アスコットアイと4番ラピルスイメルが続きます。8番ブリッツアロングそのまま独走か、独走か。8番ブリッツアロングがゴールイン。続くは2番、11番、4番か。新潟第4レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは4番ルリアンが好スタートを切った。並ぶように3番ブルメンダール、8番スバルナカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ルリアン。その後には3番ブルメンダールと8番スバルナが続きます。7番リレーションシップが後ろから追ってくる、先頭か。7番リレーションシップがゴールイン。続くは8番、4番、6番か。新潟第5レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。先頭を走るは11番ワイルドゴア。2番手は8番ミューノヒルド、5番タガノサダフカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ワイルドゴア。その後には8番ミューノヒルドと5番タガノサダフが続きます。11番ワイルドゴアが先頭に立つか、追い抜くか。11番ワイルドゴーアがゴールイン。続くは8番、1番、4番か。新潟第6レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。8番ゼンダンスカイが前に行きます。その後ろには1番ヤマニンクイッカー、2番マリンバンカーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ゼンダンスカイ。その後には1番ヤマニンクイッカーと2番マリンバンカーが続きます。8番ゼンダンスカイが追い上げてくる、先頭か。8番ゼンダンスカイが1着見事。続くは1番、7番、5番か。
新潟第7レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは6番ブラックサンライズが好スタートを切った。後を追うのは9番クイーンズワーフ、10番バイザーブリックカップ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ブラックサンライズ。その後には10番バイザーブリックと9番クイーンズワーフが続きます。10番バイザーブリックが追い上げてくる、追い抜くか。10番バイザーブリックがゴールイン。続くは1番、4番、2番か。新潟第8レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは5番ピリ。後を追うのは3番エブリモーメント、8番ゴッドカインドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番エブリモーメント、その後には8番ゴッドカインドと5番ピリーが続きます。7番キーウィルが後ろから追ってくる、先頭か。7番キーウィルがゴールイン。続くは11番、3番、5番か。新潟第9レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。5番ディーガレジェンドが早速先頭を取る。5番ディーガレジェンドの背後には9番スノーブリザード、1番ドレイクパセージか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ディーガレジェンド、その後には9番スノーブリザードと1番ドレイクパセージが続きます。5番ディーガレジェンドそのまま逃げ切れるか、独走か。5番ディーガレジェンドがゴールイン。続くは3番、1番、7番か。新潟第10レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは1番帝王ダグラスが先頭に立ちます。後を追うのは5番タケトンも、3番マイネルビジョンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番タケトンも、その後には1番帝王ダグラスと11番タガノチュールが続きます。7番アスクナイスショーが後ろから追ってくる、追い抜くか。7番アスクナイスショーがゴールイン。続くは8番、1番、5番か。新潟第11レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは1番ジャスパーノワールが先頭に立ちます。1番ジャスパーノワールの背後には14番シロン、2番アドバイスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは14番シロン、その後には1番ジャスパーノワールと2番アドバイスが続きます。14番シロンそのまま逃げ切れるか、独走か。14番シロンがゴールイン。続くは8番、6番、4番か。新潟第12レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは1番スマートオリーブが先頭に立ちます。並ぶように9番サンマルブーケ、10番パイリブレカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番スマートオリーブ。その後には10番パイリブレと9番サンマルブーケが続きます。1番スマートオリーブそのまま独走か、逃げ切れるか。1番スマートオリーブがゴールイン。続くは10番、11番、5番か。東京第1レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。9番ラルフテソールが早速先頭を取る。その後ろには3番レイオーバ、11番エコロバエスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ラルフテソーロ。その後には3番レイオーバーと11番エコロバエスが続きます。12番テルユアワールドが追い上げてくる、先頭か。12番テルユアワールドがゴールイン。続くは15番、3番、9番か。東京第2レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。11番ロジステートが早速先頭を取る。その後ろには2番ずっと松本、1番キャピタルプレインか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ロジステート、その後には2番ずっと松本と1番キャピタルプレインが続きます。7番福島紅葉が追い上げてくる、先頭か。7番福島紅葉が1着見事。続くは2番、1番、3番か。東京第3レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは3番ポットロワール。後を追うのは1番西野ブレイゼスト、2番ミラージュナイトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ポットロワール。その後には2番ミラージュナイトと1番西野ブレイゼストが続きます。4番ニブルエイムが先頭に立つか、先頭か。4番ニブルエイムがゴールイン。続くは2番、7番、3番か。東京第4レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。まずは8番タガノキャロルが好スタートを切った。後を追うのは10番ロミヒ、16番サルタールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ロミヒ、その後には8番タガノキャロルと4番レッドリーナールが続きます。
4番レッドルイナールが追い上げてくる、先頭か。4番レッドルイナールがゴールイン。続くは10番、8番、14番か。東京第5レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは3番リリカルガンマンが先頭に立ちます。あとを追うのは5番スピントロニクス、9番トリフォラートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番スピントロニクス。その後には3番リリカルガンマンと2番ヘブンウィンドが続きます。4番キングのジョーが追い上げてくる、先頭か。4番キングのジョーがゴールイン。続くは2番、3番、6番か。東京第6レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは1番レオプレセアが先頭に立ちます。あとを追うのは9番コーリナラグ、4番ブラボケラトプスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは14番コルチェスター。その後には9番コーリナラグーンと4番ブラボケラトプスが続きます。9番コーリナラグーンが先頭に立つか、先頭か。9番コーリナラグーンがゴールイン。続くは3番、14番、バ。東京第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは8番ラズライトが先頭に立ちます。あとを追うのは4番セイグンマカロン、12番ティファニー・ドンナカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ラズライト。その後には4番セイユンマカロンと12番ティファニートンナが続きます。7番ビッグレーヌが後ろから追ってくる。追い抜くか。7番ビッグレーヌが1着見事。続くは10番、4番、12番か。東京第8レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは2番東海ファクターが先頭に立ちます。あとを追うのは7番ロイヤルダンス、3番シャープソーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番東海ファクター。その後には7番ロイヤルダンスと14番マイネルサハラが続きます。1番名称ミシランが先頭に立つか、追い抜くか。1番名称ミシランが1着見事。続くは16番、6番、9番、9。東京第9レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは1番テリオスルナがコースタートを切った。あとを追うのは2番パッションリッチ、4番湘南サムデイか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番テリオスルナ。その後には2番パッションリッチと7番ピコちゃんブラックが続きます。8番シルバーレインが追い上げてくる、先頭か。8番シルバーレインがゴールイン。続くは7番、6番、1番か。東京第10レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは2番ベルッドグラスが先頭に立ちます。その後ろには10番ホーオーグ風神、11番ペイシャモノノフか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ホーオーグ風神、その後には2番ベルッドグラスと8番北三道神が続きます。12番マテンローガイが追い上げてくる、先頭か。12番マテンローガイが1着見事。続くは6番、15番、1番。東京第11レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは4番ゴンバでカーブース。並ぶように7番セリフォス、14番ロジリオンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ゴンバでカーブース。その後には7番セリフォスと11番ソウルラッシュが続きます。11番ソウルラッシュが追い上げてくる、追い抜くか。11番ソウルラッシュが1着見事。続くは7番、9番、15番か。東京第12レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは9番ボルケーノが先頭に立ちます。2番手は1番ロジプラヤ、10番シアブリスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ボルケーノ、その後には1番ロジプラヤと3番西のインビクタが続きます。12番アドマイヤ祭りが後ろから追ってくる、先頭か。12番アドマイヤ祭りがゴールイン。続くは7番、4番、5番か。京都第1レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。4番マジカルシャインが前に行きます。4番マジカルシャインの背後には2番アメリカンステージ、5番モレポグラーノか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番マジカルシャイン。その後には2番アメリカンステージと5番モレポグラーノが続きます。2番アメリカンステージが追い上げてくる、追い抜くか。2番アメリカンステージが1着見事。続くは4番、1番、6番。京都第2レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは7番アメリータがコースタートを切った。
その後ろには3番カルドウェル、8番サトノスピカカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番アメリータ。その後には3番カルドウェルと8番サトノスピカが続きます。10番アイスモントが先頭に立つか、先頭か。10番アイスモントがゴールイン。続くは7番、8番、6番か。京都第3レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。10番大勢リコルドが前に行きます。並ぶように3番カフジアッサム、7番ダノンジャガーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番大勢リコルド。その後には7番ダノンジャガーと6番のラリクラリが続きます。10番大勢リコルドそのまま独走か、逃げ切れるか。10番大勢リコルドがゴールイン。続くは6番、7番、5番か。京都第4レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは15番マンのデュエットが好スタートを切った。15番マンのデュエットの背後には4番サンコンクエスト、9番ランスオブコメットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ランスオブコメット。その後には15番マンのデュエットと7番バレンシアが続きます。9番ランスオブコメットそのまま逃げ切れるか。独走か。9番ランスオブコメットがゴールイン。続くは、京都第5レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。先頭を走るは3番ハートオブザシーズ。その後ろには1番ゲッティビラ、11番コトリノータウタか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番オメガショータイム。その後には1番ゲッティビラと5番ビッグディランが続きます。12番オメガショータイムそのままにできれるか。独走か。12番オメガショータイムがゴールイン。続くは1番、2番、10番か。京都第6レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。5番ダイヤモンドレインが前に行きます。あとを追うのは6番ミッキーストライク、1番グランアルティスタか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ダイヤモンドレイン。その後には6番ミッキーストライクと1番グランアルティスタが続きます。1番グランアルティスタが先頭に立つか、追い抜くか。1番グランアルティスタがゴールイン。続くは2番、5番、6番か。京都第7レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは10番 SO ライジングが好スタートを切った。2番手は9番マテンローブラボー、5番パシアンジャンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番パシアンジャン。その後には4番ミントマークと10番 SO ライジングが続きます。5番パシアンジャンが追い上げてくる、追い抜くか。5番パシアンジャンがゴールイン。続くは1番、6番、4番か。京都第8レース、さ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは7番ウィックスティッチが好スタートを切った。その後ろには3番ピストンボーイ、14番ブーヤカカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ウィックスティッチ。その後には14番ブーヤカと6番ヒデシーニメルが続きます。12番 F8 が先頭に立つか、先頭か。12番 F8 が1着見事。続くは14番、6番、8番か。京都第9レース、さ、舞台は整いました。スタートを切りました。まずは5番ジョータルマイが先頭に立ちます。並ぶように1番テイエムシニスタ、7番ロードジャスティスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ジョータルマイ。その後には1番テイエムシニスタと7番ロードジャスティスが続きます。4番レッドリベルタが追い上げてくる、追い抜くか。4番レッドリベルタが1着見事。続くは2番、10番、6番か。京都第10レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。先頭を走るは8番ベレザニーニャ。その後ろには7番フィールザオーラ、3番シグルドリーブアカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番フィールザオーラ、その後には8番ベレザニーニャと1番プシプシーナが続きます。5番チャンネルトンネルが後ろから追ってくる、先頭か。5番チャンネルトンネルがゴールイン。続くは2番、4番、1番か。京都第11レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。14番ロードエクレールが早速先頭を取る。14番ロードエクレールの背後には11番ライツフォル、2番ゼルトザームか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは14番ロードエクレール。その後には11番ライツフォルと12番ジュンウィンダムが続きます。14番ロードエクレールそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。14番ロードエクレールが1着見事。
続くは10位。京都第12レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。8番プリンセスカレンが早速先頭を取る。2番手は9番がある、10番オースミメシーナカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番がある。その後には10番オースミメシーナと8番プリンセスカレンが続きます。6番ツークフォーゲルが先頭に立つか、先頭か。6番ツークフォーゲルが1着見事。続くは4番、12番、15番か。